はい、演歌でやるパーカッション、それから、付随してね、特に70年代80年代に、生まれた歌謡曲って言われるジャンルね、 J-POP 以前のポップス、だったり、あと吹奏楽、吹奏楽にも、クラシック以外にポップスやることあると思うんですけども、吹奏楽のポップスのパーカッションっていうのも、まあ、この演歌のパーカッションにめちゃくちゃ影響を受けてるっていうか、まあ、実質ほぼ同じ、なので、まあ、この辺のねパーカッションを演奏するにあたってすごく参考になるのではないかと。これ割とメジャーな曲っていう感じ。予作は皆さん知ってますよね。予作は木を切る、ヘイヘイホー、これが多分パーカッションで一番最初に思いつくものなんじゃないかと思うんですけど、やっぱりこの北島三郎さんの予作っていうのは分かりやすいところですし、それ以外にも北島三郎さんの楽曲には特にパーカッションがよく入っている。ちょっと演歌のパーカッション知りてえわっていうね、なんか参考音源ないかなっていう方は北島三郎さんがおすすめです。はい、使われてる楽器としてはですね、よく使われるのはこんな感じ。はい、入ってる率最多、クラベスでございます。クラベス、いわゆるこれクラーベってやつね、足倉道場っていうのやってますけど、要するにクラーベっていうのは、南米の拍子木、はい、この音っていうのは、まあ、限りなくね、日本の拍子木を連想させるものとして使っていると思います。はい、拍子木っていうのは火の用心みたいな、そういうやつです。はい、ちょっと試しにやってみますけど、みたいなね。ああ、なんとなく聞いたことあるっていう人多いんじゃないかなと思いますね。素材が木のものもあるし、ファイバーグラスでできているようなものもあります。まあ、楽曲に合わせていろいろとこう選ぶといいかと思うんですけれども、まあ、僕が思ったのはね、ファイバーグラス系の方が合うかなっていう気がしましたね。よりこのキッキッっていう、きつい感じっていうか、硬質な感じが日本の拍子木っぽいかなっていうふうに思いました。はい、クラベスでした。はい、次カバサ。もともとはアフリカから来てのブラジル来ての LP っていう会社が作ってのっていう楽器なんで、まああえて言うと南米の楽器なんですけど、これも結構ね多用されてます。ピンポイントで入れることもあれば、割とずっとグルーブをこうむこともありますと。はい、まあ、これいわゆるカバサの普通の奏法ですね。以前にそのサザンオールスターズさんの楽曲をやったことありますけれども、それと限りなく同義、実質同じです。はい、続きましてシェイカー。シェイカーはね知ってると、まあ振るんだけど、あんまりこう細かく振るっていうことなくて、はい、みたいな、さっきのちょっとカバサと似てるんですけど、ベーシックがズンチャ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 ズンチャ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 なんで、シェイカー割とね、シッシキ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 みたいな、パターンを刻まれてることが多いです。はい、これシェイカー。タンバリン持ってる人同じで、これもシキ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 、まあよく言ってね、カラオケのタンバリン普通にこう振ると思うんですけど、こうなる。はい、実質同じね、シェイカーのさっきのチャッ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 と
テますよスナックで。わかんないけど知らんけど。続きましてトライアングル。あ、トライアングルはねそんなに多くないんですけど時々使われる。まあ、いわゆる8ビート的なアプローチ、ツンツッタッツッツンツッタッツだったらそのバックビートの方にちょっとウェイトが乗るようなアプローチをすることが多いですね。あとはそれに 1N、2N、3N、4、裏打ち。はい。まあ、よくある感じっていうかね、割と自然に誰もが思いつくであろうパターン使われることが多いです、トライアングル。はい。はい、ビブラスラップ。ビブラスラップはいいっすよね。はい。以上っていう感じなんだけど、北島三郎さんの曲でも、予作でも入ってるし、それ以外の楽曲でもね、結構入ってました。はい。まあ、本当にこれ、アクセントっていう感じよね。以上っていう感じなんですけど、本当にこう、まあ、ここ一発アクセント。はい、ビブラスラップ終わってスレイベルね。スレイベル、まあ、これもね、まあ、いわゆるこれクリスマスのシャンシャンシャンなんですけど、やっぱりそのクリスマスのイメージとかこの音の感じ、こうリーンとした感じがちょっと冬っぽいじゃないですか。あるいはツーンとしたイメージ、氷とか吹雪とかを連想させると思うんですよ。で、そういう曲によく入ってるね。テーマが雪国とか、海とか、なんかこう冷たい感じとかね。はい、どれがいいかな。津軽海峡かな。割と入るとしたらこんな感じっていう感じ。じゃーんってこうロールして、その冷たいイメージとか雪のイメージとか出したりで、入るとしたら結構積極的にね、2発とか3発とかね入ってるんですよ。なんか決めに合わせてね、ズンツッタツッチャンチャンチャン、ツッツッタツッチャンチャンチャン。はい、これスレイベル。コンガボンゴ、ちなみにコンガっていうのは長い方ね。でかいのがコンガで、ちっちゃいのがボンゴ。で、これはその、さっきも言ったんですけど、やっぱりこの、本革の感じが、ちょっとこう、民族っぽい感じするので、そういう、ちょっと土臭い感じを演出するのに使ったり、あとはこの革が入るとやっぱりそのリズムのフィール存在感が変わるので、なんかコーラスを重ねるごとにね、1番は入ってないんだけど2番から入ってくるとか、 A メロ入ってないんだけど B メロから一部分入ってくるみたいな使われ方がよくしてました。リズムとしてはだいたいこんなところが多いですかね。ズンチャ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 がベーシックだったら、それに合わせたようなリズム、ズン、さっきやったのはズンチャチャトンツトカットンツトトンカットンみたいな、トンツトカットンズンチャ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 ズン
チャチャチャッと。あるいはラテンのフィーリングの楽曲だったらラテンのリズムがもろに使われることもあるし、バラードっぽい曲だったらいわゆるボレロみたいな、はい、こういうパターンもありました。でこれ面白いのが、あのこのコンガのキューバの、これキューバの楽器なんですけど、キューバのリズムってこうボレロだったらね、ドンタンドンって低い方が先なのね細かいんですけど、で演歌だとなぜかね、タントンタンタントンタンって高い方がね先になるっていうパターンがめちゃくちゃ多くて、これ一個特徴と言えるのではないかと思いましたね。タントンタンタン、あこれザ演歌パターンじゃねえかなって思いました。ボンゴはね、鼓みたいな、あのまあこういう感じで使われることもあったし、リズムパターンだと普通にいわゆるマルチージョ、マルチャ系ですね。タキトキタキトン、あるいはタッタタタッドン、まあこれちょっとボレロチックな、さっきのコンガと合わせて、みたいな、はい、小さい方がボンゴで大きい方がコンガね。